トルトゥーガ島はイスパニョーラ島の北方に位置するトルトゥーガ島はカリブ海北部ハイチの島。フランス語の名称はトルテュー島。ハイチ語ではラ島中。人口22,080人。17世紀に海賊で栄えた島として有名。面積はおよそ180キロ平方メートル。1984年時の人口は22,080人。 イスパニョーラ島の北西沖にある亀の形をした、この島は天然の良好と水に恵まれている。ここを拠点とすれば、スペイン輸送船の航路であるエスパニョーラ島とキューバとの間のウィンドワード海峡を抑えることができたことから、17世紀前半からは海賊たちの溜まり場となった。1625年にイギリスとフランスの海賊たちが入植し、 1629年には、ファドリケデトレド率いるスペイン軍が占領し砦を築いたが、翌年にフランス人に奪われ、フランス人は港にロシェル砦を築いた。島は、フランスとイギリスに2分され、遅れて、オランダもやってきた。海賊たちは共同生活を行い、彼らが気前よく浪費するために、陥落街も発達した。 1633年には最初の黒人奴隷が到着した。だが治安は悪く、世界の吐き溜めなどと呼ばれていた。スペイン海軍は海賊たちを一網打尽にしようと何度か軍艦を送り占領したが、すぐに奪い返された。1645年にはフランスが海賊の定着を図り、1650人の勝負を輸入した。1670年代から海賊の時代に、 陰りが見え始め、島から木材を切り出して、貿易を行う者が出だした。ウェールズ出身の海賊ヘンリー・モーガンも、船員を募りに島を訪れた。海賊の勢力は、1680年にイングランド法で、外国船での海賊行為が禁じられたため衰退した。1684年のレーゲンスブルクの和訳で、フランスとスペインが和平を結び、 海賊が略奪の対象を失うと、海賊たちは、かつての味方と敵対し合うようになった。また1697年には、レースウェイク条約で、サンドマの領有権はフランスに移された。17世紀頃から、カリブの海賊をモデルにした作品が数多く作られるようになった。ラファエル・サバチニのキャプテン・ブラッドは中でもヒット作となった。 映画、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズでは、海の荒くれ者が集う場として登場している、トルチュ島を描いた17世紀の絵図。ありがとうございます。